今回は骨盤調整体操のインストラクターのナミさんのご紹介です。いきましょうか。はい、はい、はい、ナミさんよろしくお願いします。はい、インストラクターのナミです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、骨盤調整体操とは、はい、骨盤調整体操とは骨盤、ここにある骨盤を、はい、正しい位置に戻していく、体操になるんですけども、はい、多くの方が骨盤っていうのを歪みを感じてるっていうことをよく最近耳にするんですが、うん、それは特に女性の方が、歪みやすいと言われています。女性の骨盤というのは妊娠や出産もあるので、どうしても、男性に比べたらデリケートな骨盤になっているので、少し、例えばデスクワークとか、子供さんを抱っこするとかで、同じ姿勢を繰り返したりとか足を踏んだりっていうことを続けることで骨盤に、ちょっとした歪みが生じてきます。歪みが生じるとどうなるかというと、例えば下半身にむくみが出たり、上半身では肩こりが出たり、あと内臓、お腹の中の調子が悪くなる、内臓の働きが悪くなったりっていうふうに、いろんな不調も出てきやすくなります。で、骨盤というのは上半身と下半身の真ん中にある要のところですので、そこを正しい位置、元、自分の一番いい状態のところに戻していく体操を行う、エクササイズをさせていただいています。はい、ナミさんがこのね、骨盤調整体操を行うきっかけっていうのは何かあったんですか？はい、骨盤調整を始めたきっかけはですね、私子供が3人いてまして、3人目を妊娠中にひどい腰痛と、座骨神経痛なようなものに悩まされまして、あんまりこうすんなり起き上がることができなかったり、産後は子供を抱っこすることができないぐらい足にしびれがきたり腰が痛かったりで、結構体調が悪い状態が続きました。で、カイロプラクティックとか整体とかにすごく通ったんですけど、そこで言われた先生の言葉が、人間は歪み持ってるから今整えてもまた痛なんで、だからまた病院おいでって言われたんですけど、それがすごくショックで、自分でこれは何とかしないといけないんじゃないかなと思って本屋さんに入って、たまたま骨盤を整える本があったので、それを実践したら、気がついたら、2、3ヶ月後に腰痛が全く出なくなってました。で、足のしびれもなくなって、あと体調がすごく良くなったんですね。だからその骨盤をメインで整えるだけで健康にもなったし、あとその痛みとかも全然なくなって、すごく快適に過ごせるようになったんですね。で、特に私は産後から入ったんですけども、女性の方特にそういうふうな痛みとか抱えてる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思って、インストラクターを目指して今皆さんのお手伝いを回復する、健康を取り戻したり、あと、骨盤の調子を整えるお手伝いをさせてもらうレッスンをいつもさせてもらってます。なるほど、そういう経験があったんですね。肩の凝りとかにも効くんでしょうか？そうなんです。骨盤のズレが生じると、やはりどちらかに引っ張られたりとか、骨盤をの歪みとか、あとは硬さですね。骨盤は歪むだけではなくって柔軟性が必要なんですけども、やはり、デスクワークしたりとか、子供さん抱っこすることで骨盤自体に遊びがなくなってしまって、骨盤がちょっと硬くなっちゃいます。そうなると、上の、どん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 背中とか肩とかも全部引っ張られてしまって、パンパンになってきて頭痛が起こるっていうことも起こります。なるほど。もう一つ言えるのは、はい、骨盤っていうのは、要のところなんですけども、やっぱり全部体が連動してるものなんですけども、肩甲骨や頭蓋骨にも連動してまして、女性は生理がありますので周期的にこう開いたり閉じたりするんですが、それが肩甲骨も同じように緩んでいって、
しまっていって、あと頭蓋骨も緩んでいってしまっていってっていうことが実は起こってるんですね。すごく、微妙な加減なんですけれども、それがうまく連動して体の調子って整ったり生理が起こったりするんですが、どこかに不具合が生じると、例えば骨盤が硬くなってしまうと緩まないといけない肩甲骨や頭蓋骨が緩まないので頭痛を起こしたり、生理前に例えば肩こりが起こったりっていうことにつながってきます。なるほど、分かりやすい説明ありがとうございます。それでですね、下にマットが敷いてあるんですけど何かあるんでしょうか。はい、簡単に調整する方法というのがありますので、ご自宅で、簡単にしていただけるものを今日はご紹介したいなと思ってます。はい、じゃあ早速お願いします。はい、よいしょ。エクササイズといっても鍛えるばっかりではダメなので、まず骨盤周りを緩めるという動きをしたいと思います。はい、まず仰向けに寝ます。仰向けに寝たら膝を立てます。手は軽く開いて手のひらを上に向けてリラックスします。そのまま膝三角に立てた状態で揃えたまま左右に少し揺すっていきます。この時肩甲骨が浮かないように揺すっていきます。最初は小さい幅でいいので、どん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 大きく揺すっていって、最終的に床につくぐらいまで揺すっていきます。やりやすい方、やりにくい方があるかと思いますが、あまり無理しないで、できる範囲で行ってみてください。で、10回ぐらい、10回から20回ぐらい左右に揺すったら、やりやすい方に膝を倒して、顔は膝と反対側を向いて少し呼吸を続けていきます。だいたい10秒ぐらいゆっくり呼吸をしたら、一度元に戻して、今度は反対にまた倒して、顔は膝と逆を向くようにします。ゆっくり戻します。はい、これが簡単なまず調整方法になります。膝を左右に揺するだけなんですけども、骨盤をこうコロコロ動かすことによって、例えばひねったりする動きが入っているんですが、戻るときに自分の一番いい状態の位置に戻ろうと体を勝手にしてくれます。なのでゆするという動きはすごくね、体の調子を整えやすい動きです。で、この動きなんですけども、できれば寝る前にお布団の上で結構ですので、20回ぐらい左右にパタパタ、止めなくていいので20回ぐらいゆすってから寝るだけで、睡眠もいい睡眠にどんどん変わってきますので、ぜひぜひお試しください。はい、ありがとうございます。 OK ですかね。はい、はい、インストラクターのナミさんでした。とりあえず受付はですね、本和華堂の、まず、私が、受付いたします。ですので、本和華堂の0745329776に一度ご連絡ください。はい、ご興味のある方よろしくお願いします。よいしょ。ナミさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。